はい、どうも、生物担当の田中龍之介です。今回は、生物基礎の共通テスト2022年度第3問の解説をしていきます。では早速、第3問の A から見ていきましょう。では、年降水量の多い日本列島では、主に気温によってバイオームが決まる。中部地方の内陸から東北地方を経て、北海道南部にまで、主に見られるバイオームは、ブナなどの落葉紅葉樹が優先する火力樹林と、そこに生息する生物とから成立している。 ブナの葉を食う蛾である、ブナオシャチホコ以下ブナオの幼虫は、しばしば大発生して、一体の葉を食い尽くすことがある。この幼虫は、日当たりの良い林間に作られるヨ溶ヨよりも、日当たりの悪い下層に作られる陰陽から食い始める。ブナオが大発生すると、その幼虫を食う甲虫の黒肩ビロオサムシが追いかけるように大発生する。同様に、ブナオのサナギを栄養源とする菌類のサナギタケも大発生する。 そのため、無難王の大発生は長続きしませんよということで、じゃあこれに関する問題です。では問いの一番。河川部 A について地球温暖化により今後100年間で年平均気温は4度2度から4度を上昇すると見積もられている。これにより現在の中部地方において見られる図1の ようなバイオームの分布が変化したとするとき、標高500メートルと1500メートルでは、それぞれどのようなバイオームが成立すると予測されるか、ということで、標高500メートルと1500メートルにおける、まあ、バイオームのね、変化が問われているわけです。でそこで、図1番を見てみますと、現在は500メートルというのは、 ね、火力樹林とその下のバイオームのまあ境界線になっていて、また、1500メートルというのは火力樹林とその上のバイオームのまあ境界線になっていますよっていう話ですね。で、これがね、まあ、いわゆる標高に応じたバイオームの分布を表しているから、これは垂直分布というものになります。で、このね、垂直分布なんですけど、火力樹林の下っていうのはね、どのようなバイオームが見られるかと言ったら、商用樹林になります。ね。 この火力樹林の標高よりも、ね、この下の標高っていうのはね、気温がね、高いですので、だからね、小葉樹林が成立します。一方で、火力樹林の上というのはね、はい、気温がより低くなるので、えー、この部分には、新葉樹林が見られます。で、一番上が、まあ、鉱山植生が見られるという関係ですね。で、今ね、このバイオームの分布の変化は、地球温暖化がね、今から100年間の間で起こって、どのように変化しますかというお話です。じゃあ、こちらを黒板の方で解説したいと思います。 で、まずね、先ほどの確認ですね。で、これね、標高低い方から順に、商用樹林、火力樹林、新用樹林、高山植生となっています。で、今、標高500メートルが商用と火力の、まあ、境界線になってるんですけど、まあ、仮のね、気温をね、あの、設定してみたいと思います。じゃあ、商用樹林と火力樹林、ね、だいたい10度ぐらいがね、その境界線となってますよとします。はいで またですね、火力樹林と信用樹林の境界線では、まあ、大体気温がね0度ぐらいだったとします。で、そこから、はい、地球温暖化が起こったらというお話で、ね、地球温暖化が起こると100年間で2度から4度上昇するわけですね。まあ、なので、じゃあ今回仮にですね、気温が2度上昇したとします。まあ、ですので、標高500メートルのところでは10度だった気温が、ね、12度になりますよ。 また、1500メートルのところも2度上昇して、はい、2度になりますよっていうことですね。じゃあ、さっきのね、0度の、あ、10度の境界線、0度の境界線っていうのはどこに行ったのかなって考えます。で、今、ね、500メートル、1500メートルのところね、気温が高くなったわけですよね。ということは、はい、10度のラインはどこに行ったかって言ったら、今、12度よりも、ね、標高500メートルよりも上のところに行ったわけですよね。 でまた、0度のところも2度より標高が高いところに移動していると、えー、考えられますよね。ということは、今、10度のところまで商用樹林でした。はい、ということは、はい、この範囲が商用樹林ということになります。ということは、標高500メートルのところは商用樹林が成立するようになるわけです。で、また、 10度から0度の範囲が火力樹林でした。で、今回ね、はい、10度から0度っていうのはここの範囲ですね。はい、なので、火力樹林が成立するのは、まあ、およそ、はい、この範囲ですよ。っていうことは、標高1500メートルのところに成立するバイオームは火力樹林ということになります。じゃあ、ここで答えの方を見ましょう。 はい。ということでね、選択肢を見てみますと、標高500メートルのところに商用樹林が成立するのは6番、7番。でまた、1500メートルのところは火力樹林でした。ということで、正解は6番ということになります。では、問いの2番。河川部 B に関連して、図には陽陽と陰陽における光の強さと二酸化炭素吸収速度との関係である。 図中の下向きの矢印は、陽陽と陰陽のいずれかが日中に受ける平均的な光の強さを示している。大発生したブナ青が陽陽と陰陽を共につけるブナ個体の葉を食い,食い進むと、二酸化炭素吸収速度はどのように変化すると予測されるか。ブナ1個体あたりの変化の傾向を示すグラフとして最も,も適当なものを一つ選びましょう。じゃあそこでね、図2番見てみます。 で、図2番っていうのはね、まあ一般的な、まあ光合成速度のグラフなんですけど、まあ横軸光の強さで縦軸が二酸化炭素吸収速度、えつまりまあ光合成、光合成速度を表していることになります。で、陽溶と引用の違いですが、基本的に陽陽というのは、まあ日向にね、つく葉っぱで、引用は、えー、光の弱いところにつく葉っぱになります。ということは、受ける光というのは陽陽のところで強く、引用のところで弱いということになります。なので、矢印がね、これ示しているものですが、 まあこの光強い方が陽陽に当たっている光の強さで、で、左の方が陰陽に当たっている光の強さということができます。じゃあ、それぞれの光合成速度を確認してみたいと思います。で、光合成速度っていうのはね、そのグラフが沈んだところから見るわけなんですけど、えー、その時に、まずね、このグラフの種類ですね。 上が、はい、ようようにおけるグラフで、えー、下が、陰陽におけるグラフとなります。じゃあ、陰陽におけるね、光合成速度、はい、この光の強さでの光合成速度どのくらいですかって言ったら、はい、これぐらいですよと。で、また、陽陽における光合成速度というのは、はい、この光の強さにおいて、はい、これぐらいですよっていうことになります。まあ、つまり、ね、 えー、引用よりも、ヨ用ーヨーの方が、光合成速度大きいということですね。引用の方が、光合成速度ちっちゃいということがわかります。まあ、ざっくりとしたね、言い方をすると、まあ、引用の方が稼ぎが少なくて、ヨ用ーヨーの方が稼ぎが多いよっていうようなイメージになります。はい。そこでね、グラフの検討に入るわけなんですけど、今からね、選ぶグラフというのは、横軸が食われた葉の面積ですね。 で、今、左が0%で、一番右が100%ですよ。え、つまり100、100%葉が食われたってことは、100の、1 0のところというのは、もう葉っぱがね、全く残ってないよっていうことです。逆に言うと0、0%のところというのは、葉っぱがまだね、一切食べられてない状態となります。まあ、なので、葉っぱをね、どんどん食べていくと、食われた葉の面積っていうのは100%に近づいていくわけですよね。だから、まあ、葉っぱが食べられれば食べられるほど、 CO2 の吸収速度どうなりますかっていうお話になります。で、ちょっとね、ここで黒板でイメージの話をしてみたいと思います。じゃ今ね、ここで4人家族がいたとして、えー、そのうちの2人は年収が100万円で、えー、もう2人は年収が900万円だとします。えー、そうすると、この、ね、4人の合計というのは、まあ、全体で年間2000万の稼ぎがあるということになります。で、今ね、これっていうのは、 引用をこのね、年収100万の人に置き換えています。で、用用をこの年収900万の人に置き換えています。で、なんでね、そう、そんなこと言えるかって言ったら、まあ、さっき、光合成速度のグラフ見たとき、引用の方が光合成速度ちっちゃくて、用用の方が光合成速度大きかったんですよね。まあ、なので、このね、年収っていうのは、まあ、光合成速度。で、これがね、一家の、まあ、光合成速度っていうような感じになります。 で、その時に、先ほどね、本文で、ブナーアオは引用から食べていくよっていう話が書かれてましたよね。だから、今、葉っぱで考えると、はい、この引用から葉っぱ食べられて、えー、後半ヨーヨーが食べられていきますよっていう感じになります。じゃあ、その時にね、はい、じゃあこの家族で考えます。じゃあ、まずね、はい、陰用から食べられる。じゃあ、このね、えー、人たちに置き換えると、年収少ない人から食べられていくわけです。 はい。そうすると、はい。じゃあ、最初ね、一人、えー、年収100万の人が食べられちゃいました。えー、そうすると、それまで全体の年収2000万だったのが、はい、1900万になっちゃいましたよ。まあ、全体としては、まあ、ン、えー、5ぐらいの、まあ、ダメージですね。じゃあ、今度、はい、もう一人、年収100万円の人が食べられちゃいましたよ。はい。そうすると、全体の、はい、収入、年収は1800万になっちゃいます。 はい、この時もね、えー、ちっちゃなダメージがあるわけですね。で、その後ですね。はい、もう年収100万の人いなくなった。はい、次に年収900万の人殺されちゃった。ね。はい、そうすると、今度あれですね、1800万から、年収は、はい、900万になっちゃうわけですよね。もう一人しか残ってないわけですから。 で、さらに最後のね、はい、この人も食べられたってなると、はい、最後は、まあ、ゼロになりますよっていう感じになります。そうすると、このね、全体の収入の変化を見ると、まあ、最初はね、収入低い人がね、殺されちゃってた、食べられちゃってたから、だからダメージ比較的小さめ。はい、ここもダメージ比較的小さめ。だけど、後半はね、年収の高い人が食べられている。だから、大ダメージですね。はい、大ダメージです。 はい。ということで、最初はダメージ小さいけど、えー、後半ダメージ大きいよみたいな、そういうふうに考えることができます。まあなので、今ね、はい、グラフよ、右に行くほど葉っぱどんどん食べられちゃうわけだから、えー、このね、CO2 吸収速度は下がっていかなきゃおかしい。だから、まあ1番、2番、3番は、まずね、サクッと切れるかと思います。 じゃあ今度ね、はい、456の、はい、グラフに行きます。で、今ね、はい、この、例えば4番というのは、グラフの傾きが、これ一定ですよね。ということは、葉の面積がね、えー、葉っぱがどんどん食べられていくほど、まあ、CO2 吸収速度下がっていくんだけど、ね、その変化の割合一定ですよと。で、それに対して5番っていうのは、はい、葉っぱ食べられていく最初大ダメージ、 後半は傾きちっちゃいから、えー、ダメージ小さいよっていう感じになります。えー、それに対して6番。六、はい、6番はね、最初傾きちっちゃいということはダメージ小さめ。で、後半はガクッと下がっているのでダメージ大きめって感じですね。で、今、陰陽から食べられていって、その後ね、ヨー,ヨーが食べられますよ。陰陽っていうのは光合成速度ちっちゃいから、だからね、それが食べられてもダメージちっちゃいですよと。 で、それに対して、溶溶というのは CO2 吸収速度が大きいから、その葉っぱが食べられてしまうとダメージ大きいわけですよね。だから選択肢6番が正解というふうに考えられます。では問いの3番に行きます。下線部 C について、このような食物連鎖を含む生態系におけるブナ、アオ、オサムシ、サナギタケの栄養段階の組み合わせとして最も適当なものを1つ選べ。じゃあここでね、本文でその食物連鎖の関係を確認したいと思います。 で、まずね、はい、ブナアオっていうのはね、ここで初めて出てきたわけなんですけど、ブナアオは、ブナの葉っぱを食べてるわけですね。まずここで、えー、食う、食われるの関係がありますで。そして、はい、今度ね、はい、ブナアオが大発生すると、その幼虫を食う、甲虫の、はい、オサムシがと出てきていますので、はい、このオサムシがブナアオを食べているわけです。 そして、その後に、さなぎたけというのもね、はい、出てきます。で、このさなぎたけというのは、ブナアオのさなぎを栄養源としますよって、えー、書いていますよね。じゃあ、ここで、そのね、食物連鎖の関係をまとめてみたいと思います。はい、そうするとね、こういう感じでまとめられますね。まず、ブナがブナアオに食べられます。で、また、ブナアオはオサムシに食べられます。で、また、さなぎたけはブナアオのさなぎから栄養分もらってますよ。 はい、そうすると、まずブナが光合成を行う生産者です。そしてブナアオはそこから栄養分もらっている一時消費者。でそしてオサムシは一時消費者のブナアオからブナアオを食べている二次消費者であり、サナギタケも、ね、ブ一,時生一時消費者のブナアオから栄養分もらっている二次消費者というふうに考えられます。ということでね、正解は5番ということになります。 では、後半のね、A、B に行きたいと思います。自然の生態系では窒素は循環しているが、人間活動はその経路や量を変化させることがある。農地では農作物が収穫されて、食物として利用される。食物に入っていた窒素は排泄,物排泄物として下水道に入り、その後河川に出ていく。この場合、下水中の窒素を取り除かないと、河川や海の不栄養化を引き起こす。 また森林では樹木の伐採及び除草剤の散布による植生の一時的な消失が窒素の循環に影響することが知られていますと。はい、じゃあそこでね、問いの4番から考えていきます。では問いの4番。下線部 D について下水処理場では窒素を利用して下水から窒素を取り除いている。で、この下水、下水処理過程の順序として最も 適当なものを一つ選びましょうというお話ですね。で、その時に、まずね、その窒素の化合物っていうのは色々あります。まあ、例えば N2 とか、でまた、このね、生物の窒素代謝では、ね、アンモニウムイオン NH4 プラスとか、またはですね、アショウ酸イオン NO2 マイナス、ショウ酸イオン NO3 マイ、ま、ナス、NO、っていうのが出てきます。で、その時に、ね、最後は窒素を取り除くわけですよね。ということは、このね、 下水中から窒素が出ていかないといけませんで。基本的にイオンっていうのは水に溶けた状態ですので、最後ね、イオンの状態ではダメなわけです。ということは、今挙げたね、窒素化合物でいくと、まあ、N2 ですね。最後は、はい、N2 となって外に出ていきますよっていう感じになります。で、ここでね、N2 を作り出す働きといえば、脱窒というものがあります。脱窒というのは、 硝酸イオンや硝酸イオンから N2 を作り出す働きです。はい。ということで、最後ね、脱窒になっているものはって見てみると、選択肢1番、2番、3番があるわけです。で、最後、脱窒が起こるには、N2 の前に NO2 マイナスや NO3 マイナスが作られていなきゃいけないわけですね。じゃあ、NO2 マイナス、NO3 マイナスが出てくる働きはって言ったら、消化菌による消化という働きがあります。ね、消化というのは、 アショウ酸イオンによってアンモニウムイオンがアショウ酸イオンに変えられ。で、その後、消化菌によってアショウ酸イオンがショウ酸イオンに変えられるという働きです。で、最後、そのね、NO3 マイナスが、脱窒素細菌による、えー、脱窒によって N2 に変えられて、で、N2 っていうのは、まあ、水に溶きにくい物質だから、えー、だからね、それが、はい、はい、下水中から出ていくよっていうような感じになります。 ということは、そのね、途中でアンモニウムイオンから NO3 マイナスが作られるね、働きが必要になります。で、そのお話に該当するのは、選択肢の一番ですねえ。無機窒素化合物の生成ということになります。なので、はい、下水中ではね、アンモニウムイオンが多量に含まれている。で、それが消化によって NO3 マイナスに変えられて、で、最後、脱窒によって N2 に変えられて、窒素が下水中から出ていくという原理になります。 では問いの5番に行きましょう。河川部 E について人間活動によって植生の大部分が一時的に消失した後、そこから流れ出す河川水の窒素濃度の変化に関する記述として最も適当なものを一つ選びましょう。じゃあここはですね、ここではその植生、ね、窒素で、そして河川の関係を黒板の方で整理したいと思います。 で、今ね、こちらに書いたのは、えー、ここが土壌で、で、そこに生えている木ですね。まあ、こちらが植生となります。で、また、その近くを流れてね、はい、河川がありますよ。で、その時に、まあ、まず土壌中では、生物の遺体とか排出物からアンモニウムイオンが生じています。で、アンモニウムイオンというのは、まあ、植物にとっては肥料に相当するわけです。ね。アンモニウムイオンは、窒素動化によって、はい、植生、ね、森林に吸収されますよ。 で、そのね、植物体の中で窒素動化に利用されるわけですね。でそして、植物に吸収されない分というのが、まあ、河川にね、流れ出ているっていうような感じになります。でその時に今、今、植生が失われることを考えるわけですね。はい、植生が失われれば、ね、この窒素動化による吸収がなくなるので、えつまり、河川中に流れ込む窒素の量が、はい、多くなるよということになります。 で、その後、はい、植生が回復しました。えー、そうすると、ね、再び、えー、森林に窒素が吸収されることになる。ということは、その分だけ河川に流れ込む窒素量は減るよっていうことになります。ですので、結論としては、植生が失われると、はい、増えます。ね、植生が回復すると、えー、再び河川に行く量は減ります。ということになります。はい、ということでね、今回問いの5番は、 流れ出す河川水中の窒素濃度の変化ですので、まず植生が消失すると上昇しますで。そして植生が回復したら河川に行く量は減ります。ということで選択肢は2番が正解となります。はい。ということで今回2022年度生物基礎の第3問の解説をしました。 で、まあ、第1問から第3問にかけてね、解説をしたんですけど、まあ、特にね、2022年度、グラフのね、解釈、資料の解釈が特に多かったです。で、この流れっていうのはね、今後も引き継がれるかと思いますので、グラフの資料の解釈に関しては、ぜひね、その習得してもらえたらと思います。では、今回は以上となります。お疲れ様でした。今回も授業お疲れ様でした。 生物は授業で使っている資料を公式ホームページの方からダウンロードできますのでそちらを利用してもらえたらと思います。プレミアムの方では共通テスト対策とか私立国立とかの対策をやっていますのでそちらの方でパワーアップしてもらえたらと思います。では皆さんお疲れ様でした。